ハローパラレール、リニンパラレールのリントです。ということで今日はサニーのご飯をね、あげるところをまたいつぞやのもう何度目かの動画かわからない動画でございます。うじ、いてきてき。えいしょ、これご飯よ。起きた。急に起きて飯食った。最近ね、ご飯食べるのは少しだけ上手になりました。特に、うわ、やばい、水汚ねえな。あれ、後で掃除してやんないと。奥にいるのはシェフィーさんでございます。シェフィーはでかくなったね。サニーはこの調子で、ちょっと、まずは鶏肉食って大きくなってください。この間ね、身体測定もしたんですけれども、ちょっとまだこの子ちっちゃいね。ちょっと大きくなっていただけるように、こう、いろいろやっていきたいところなんですけれども、まだまだ小さいでございますね、この子はね。すっげー頑張って飲み込んでる。大丈夫？そんな大きくないのあげたよ、あなたには。今の結構ちっちゃめのあげようか。はい。どういう状況？ほぼカメレオンやん。そんな壁にくっついてカメレオンかヤモリじゃん。ああごめん、フンって言われた。いらない？まだいる？食べる？兄さん、兄さん口の周りが気になっちゃうんだね。そう、結構綺麗好きでね、この子たちって。口の周りとかについたこう水というか油分というか、なんかそのぬちゃってしたのをね、拭くんですよ、ああやって。まあ、鶏肉ってね、ちょっとネバついてたりとかね、ちょっとびちょってつになってると思うんですけど、それが気になるらしいんだよね。その体勢で飯食うの一番いいんじゃない、あんた。絶対そのまんまさ、食えばさ、胃の方までさ、ストーンと入ってくでしょ。どうです？いる？あ、気になるんだね、口の周りが。ほんと切れずになんですから。いらない？いらないの？これいらなそうだね。もういらない？あと1個でいいの？ちょっと食欲あんまないよね。大丈夫かしら。ちょっと心配になるよ、あんまり食べない状況が続くと。まあ、ただ小食なだけかもしんないけど、まあ、怪我してるわけじゃないしね。ひとまずは大丈夫なんだけど、まあ、何かあったら病院に連れてくだけなんで問題もないですけれども。ほれ、食べるか？食べない。食べる。置いとくわじゃ。置いといたら食べる？あ、虫だもんね。はい。どう？サニーさん。シェフィーさん、そこ、うちっちで切ったねからさ、ちょっと一回出ません？いや、よいしょ。うわー、でげえな。サニーを見た後にシェフィー見ると、シェフィーでかくなったな、ほんとな。シェフィー、シェフィー寝てるの？シェフィー、そう、シェフィーね、大きくはなってきたんですけど、甘えん坊だったりとかね、こうなんかのおすおっとりというかしてるのは変わらないですね。かなり大きくはなったと思います。まあ、身体測定もね、動画上げてはいるんですけれども、そちらをご参照いただければと思います。いや、トイレ水臭い、トイレ水臭い、トイレ水手についた。まあどうせ後で洗うからあれなんだが、奥に散った。トイレ水くっさ、がっつりうんちしたんだね。これ朝取り替えたよ、今日。これ。これ。これ。裏で食った。これ、おいでー。うちだよ。
たいよ。ほら、おいで。来た来た。これ。ああ、食う捕食シーン取れてないじゃん。ほら。あ、温度計の先っちょが。温度計の先っちょはそっちに置いといてほしいな。置いときましょうか。温度計の先っちょにそっちにあるのがね、一番、うん、ああこれあんたも最近取りに行くね。ただモニターフィードもちょっと食べませんこと。こっちの方はね、栄養バランスとしてはねいいのよ。こっちだとタンパク質が大きいからカルシウムが少し足りなくなってしまうね。これ食べるわ。落ちたよ。ねえ、モニターフィードそれ落ちたよ下に。ああちょっとあんた下手くそすぎないかい。やっぱ捕食下手だね。ねえ、君捕食下手すぎない？ねえ、うんうん。そうそうそう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 そう。はい、そのまま飲み込んで。あ、ちゃんといけてるよ。あ、そのままグッと。はい、パックリンチョって。はい、そのままごっくんしましょうか。あ、はいはい、オッケーオッケー。やっぱ捕食下手ね、あなたね。かわいいからいいんだけどさ。あんたはまだ口の周り気になるの？いらない？どうすんの？食べる？食べない？置いといてあげようかな、一個。もし食べなかったら後で処理します。処理ってかゴミでポイってするだけなんだけどさ。もう一個ぐらいいるかい？モニターフィード、これ、はい、フィード。あ、いらないみたい。いらないならあげません。ちょっとあんたすっげー寝てたんだね。あー、ごめんごめん。はいはいはい、あれ、ちょっと失礼。ちょっと怒った。めっちゃ寝てる顔してるじゃん。目がめっちゃ座ってるね。ああ、寝てましたけど何かみたいな顔してる。ほんとでかくなったね、あんたね。うん。サニーもさ、あれぐらい成長しなよ。サニー、シェフィー触った後にサニー触るとちっちゃいな、おい。うん、はいはい。ついてね。うん、大丈夫よ。うん、問題ないね。これ。おい、こら。なんだ。この体格差よ。あ、こら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 。いたずらしないの。あんたすぐいたずらするんだから。いたずら髪でもね、多少は痛いと思うよ。うん、はいはい。怒んないの。怒んないの。怒んないの。はい、落ち着くの。はい。そこでバスキングしなさい。お腹でも温めるがいいよ。あそこに鶏肉あるよ。食べたかった、食べな。それさっきシェフィーが食わんかった。シェフィーやサニーが食わんかったやつ。ああ、食うの早い。食うの早いんだけどさ、くちばしや口の先端についとるよ。ほんとくんの下手だね、あんたね。くんの下手だけど可愛いね。
っていう感じでございます。サニーは1個しか食わなかったな。シェフィーがちょいちょい食ったけど、うん、まあサニーはね、それでもあの他の体調面は問題なさそうなんで、この調子でって感じです。あまりにもおかしかったら病院連れていくだけなんで、はい、っていうところですね。あら、サナちゃんがこっち見てるわ。最後サナちゃんで終わろうか。サナちゃん、どうも。サナちゃんも大きくなったね。成長期だね。もうあと明日かな、明後日かな、またあなたにもご飯あげるからよろしくね。はい、っていうところでございました。本日もね、ご視聴いただきましてありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、高評価、そして、Twitter のフォローなどよろしくお願いいたします。そして今までもね、たくさんいろんな動画上げておりますので、よければそちらの動画もご覧ください。そして、次回の動画を見ていただけますと幸いです。また次回の動画でお会いいたしましょう。ということで、以上、リンドでした。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上リントでした。バイバーイ。